アプリ集めは、ブラウンフォロー、レッドリキナイト、2
こう、絵がありきっていう実感。なので、こうなるところで、こういうことです。100億のここで足は踏みたいやつに、並んで次のとジェットマグナム、ジェットマグナムと踏みたいやつ、ジェットマグナムが捉えきって、ここに、今ジェットマグナムがデビュー勝ち。自分自身、役所のメモリアルで
した馬なので、すごく思い入れ強いですし、まあ、なんとか初重賞っていう気持ちもすごく強いので、ナチュラルハイと初重賞取れたらなと思います。頑張ります。ラウンド重賞、末永の期待がかかる、ビクティマルス。3週前に函館で直接入居して、こちらの馬を持っているのもすごい、すぐ落ち着いてくれて、はい、初の勝負を感じてくれたので、いい傾向になるなと思います。無理せず、周りで挑戦を走らせることによって、いい状況ができたなと思います。スタートですぐ結果も出してくれたので、やれる能力はすごいあるなと思います。競馬場に運ぶとちょっと落ち着かなかったり、気持ちの面でマイナスなところがあるので、滞在競馬で少しでも落ち着いて戻れたらなと思って、滞在競馬の効果に期待しています。第29回オリンステークス、お楽しみに。ソニックスター、ソニックスター、ソニックスターを押し切ったか、ゴール。
を入れてれば、ちょっとだなと思って。新潟競馬第3レースの払い戻し金を場内テレビでご案内しております。先三三頭、それを追って13番のジュリサイクロンが4番手、さらにその後ろには5番のイルミネーター第2コーナー岡本出戦へ。さあ、出戦コースを向いて先頭7番大名セブン、9番の大成ウォリアー、モズ炭治郎、それをかわして13番ジュリサイクロン、内から1番のジャスターボロス、コンデミナーの2脚を通過、粘る7番の大名セブン、2馬身のリード、そこから13番ジュリサイクロンが並んで捉える。そしてそれを追って1番ジャスターボロス、3番から2番手に接近、ジリーサイクロンゴールイン。11番ボズ、右肩上がり、それから1番外にダッシュを押し上げていく1番のデクレーション。第4コーナーのカーブに入っています。4番ブルーさん、リードは1馬身クラス、6番カシマイスの間2番手、3番の10番ビンケースレスの400を中間、子供の最後4番手、それからムーチを入れて1番デコネーション、4コーナーをカーブ出演へ。さあ先頭は4番のブルーさんが粘っているが、そこから6番のカシマイスバーが並んで、さあ捉えて2キャップを中間、今番は少し離れて9番のビンケースレスの3番手、その内からはプラマン、子供の最後内側からデコネーション、受け手は6番カシマイスバーが、これはもうセーフティーリード、ブルー3番手、9番ミッキーブレスト、カシマエスパーがゴールイン。600を通過、その番組のインコースに11番のサンライズストレインを追走、最後から1番ゴーケンシルバーで4コーナーをカーブ直線へ。さあ先頭は8番のアフルトパリ、その内から11番のサンライズストレインが並んでいきます。400を通過、そして12番のロードトレイズ、バグの下から6番のアンパット、さらには9番耐性ミッションが差を詰める、1番1番7番サブのレイズ、さあ前2頭が抜けている11番のサンライズストレインと8番のアフルトパリ、あと 150m 後続を大きく離す、3番は10番のロードトレイズ、さあ内からもう1人11番サンライズストレインが先頭、アフルトパリ2番手ゴールイン、3番手が10番ロードトレイズ。
逃げる14番のハワイ、リードを1馬身取っています。2番手同枠13番のユイ、ピンクの帽子に取った前4コーナーに向かって残り4脚、3番手に上がってきたワンブランチ、内からは2番のエリナルスが徐々に動いていきます。3、4番手4コーナーから直線に向かいました。先頭粘る14番のアマイです。リードを1馬身200を切りました。外に持ち出した6番のワンブランチ、差を詰めに行く。この間から2番エリナルス、13番ユイが4番手になった。前は6番ワンブランチ捉え切って体半分から1馬身リード、ワンブランチ先頭ゴールイン。3コーナーから4コーナー、そして後方にいた4番ダイクラッカー、3番手の底面、さあ3コーナーから4コーナー、内から6番エグランタイムです。前から5番手には2番スズノマーベリ、さあ第4コーナーを回って直線に抜いた。先頭8番アスコーンディーク、リードは体の風先頭、2番から5番のクリューミニーズ、外から4番ダイクラッカー、1番でバッグ6番エグランタイムです。さあ4頭広がった坂を上がっていく残り200、先頭8番アスコーンディーク、1馬身半リードを切り、4番ダイクラッカーと6番エグランタイム、この2頭が迫っていくか。8番アスコーンディーク迫って4番ダイクラッカー、しかし8番とアスコーンディーク粘り切って終わり。7番ロスティチェール先頭リード1馬身と、8番マイネル・カリオーと12番マイネル・ポルツァ、19番のテラフォーミング、外から押し上げる5番のブルーウィン、34コーナー中間から4コーナーへ、1番グランドホールドが遠いの一角までもう位置を上げて先頭まで4馬身圏内です。第4コーナーカーブ直線コースに向かいました。前はここで対応となるかゴール、最後わずかにしのいだ5番対応となる安藤今田未来1回答50秒8着。
5800m 発送までお待ちください。
まもなく札幌競馬第11レースの発売を締め切ります。